榮倉奈々と安田武史が5日、都内にて開催さ。出た、映画、家に帰ると。妻が必ず死んだふりを、しています。の完成。披露試写会に、共演の、大谷亮平、野々住花。李東志男監督と出席。した。安田は酒に酔っているシーンで本当に、酒を飲んでいたことを、暴露されると、大竹。夫よ?だって、全部、セリフ通りですからと、語った。写真、家。に帰ると、妻が必ず死んだふりをしています。完成披露試写会後、とギャラリーヤフー、知恵袋への投稿をもとに、結婚3年目を迎えた、サラリーマンの純、安田が家に帰る、と必ず死んだふりをし、ている妻の知恵、榮倉、と織りなすドラマを、描く本作、榮倉は対、撮るに絡めて、必ず、ると決めていることを、聞かれると、考えた。ですけど、ないです。と回答。必ず何々をしますとか、したい。と思っていると、それ、にとらわれすぎて、他の、ことがうまくいかない。です。私の性格上。なので、何かにこだわりを持つことは、極力や、めてますと理由を明、した。同じ質問を、受けた安田は、台本を、外で覚えるとし、台本を開くと恥ずかしいから全部セリフを携帯に打っちゃうと米んと榮倉に写真つまみるとかじゃなくて置いてまおと驚きか出ると他の出演者のセリフも打ち込んでいると明かし相当な分量になる時々やめたくなりますもん笑い特徴セリフをだ間違えることがないのか聞かれるとよくありますね結局まがったまま喋っちゃうと自虐したまた酔っている設定のしでいつも以上に明るかった理由を大谷聞かれた安田は酔っ払って話してるシーンでしょ酔っ払っていいんだよと実際に飲酒していたことを告白大谷虹、前の酒を持ち込んでいったことも暴露され、栄、蔵からは飲む気満々、じゃないですか、というツッコミが、しか、し安田は、暗いくわ、ップで終わるから、そう、で、もう、撮影はな、石、移動だけだった、から、近くのコンビニ、で買ってきて、大竹、夫よ、だって、全部台。指導理ですからとある。ビレることなく話し。会場を沸かせていた。手が家に帰ると妻が必ず死んだふりをし、ています。は6月8日より全国公開。